どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。手札全部捨てたが役、リュウです。さあ、本日は超速報。一部カードの効果ダメージ調整。ついに、ラバーゴーレム、エラッタされます。おめでとうございます。まあ、総じて言いますとですね、遊戯王デュエルリンクス運営さん、ライフが4000しかないことに気づいた模様です。おめでとうございます。いやあ、おめでとうございます。おめでとうなのかな、ちょっとわからないんですけれども、まあ、一応今回のお知らせの内容についてちょっとご説明をしていきましょう。一部カードの効果ダメージが調整になりますと、2020年の9月の29日メンテナンス以降に新規でリリースするカードのうち効果ダメージを与える効果を持つカードが、与える効果ダメージの量を、遊戯王オフィシャルカードゲーム、いわゆる OCG ですね。OCG でリリースされた時の数値から一列半減いたします。これ何言ってるかっていうと、エラッタしますってことなんですよ。効果ダメージを与えるカードの効果をエラッタして、半分にしてから実装しますっていうことを言っています。で、また、すでに実装されているラバーゴーレムに関しても、大きな効果ダメージを与える効果を持つカードとなりますので、効果ダメージの量を半減いたしますと。そういうことですね。で、カード効果の調整理由に なんですが、OCG のカードのうち、デュエルリンクスの初期ライフポイント4000に対して、大きな効果ダメージを与える効果を持つため、実装することで、適切なゲームバランスの維持が困難になる懸念があり、そのままの効果で実装することが難しいカードが存在していますと。あまりにも今更すぎましてですね、これ言われても、ピンとこねえんですけど、ゲームバランスが適切に維持されていると、思っているってことですね、今は現状、今のところは、運営さんは。これ、それやってりまったら、そのプルガトリオの戦闘ダメージとか、千鳥、ライケル千鳥とかの戦闘ダメージ半分にしてくれみたいな意見もあるんですけど、ぶっちゃけて言っちゃうと。なんですけども、まあ、一応今のところはまあ、ゲームバランス維持できているっていうことに、してありますので、なので、これを維持していくためにも効果ダメージがやばいカードが多くなるってことじゃない？多分ね。これなんで、まあ、こういうことが起きるかっていうと、おそらく2020年の9月の29日、これゼアルワールド、遊戯王ゼアルワールドがおそらくですが、解放になると思うんですよ。新しいワールドですね。で、エクシーズモンスターという黒いモンスターが実装になるわけですが、ここで効果ダメージを持つカードが割と多いっていうことでしょうね。例えて挙げていくと、ガガガマジシャン。まあこれユーマが使ってるカードですね。とか、グスタフマックス、アンナちゃんの、2000ダメージ与える。まあこれ有名なね、列車カード。とか、それからボルカザウス。相手のモンスター破壊してダメージ与えるみたいな。そういうカードが割と多いのかもしれないですね。エクシーズモンスター。ちょっと、全体のカードプール見てないんでわかんないんですけども、まあ、そういうカードを、実装していくにあたって、とりあえず半分にまず最初選ったぶっかけてから実装しますよっていうことですね。で、これらのカードをデュエルリンクスに新規実装していくにあたって、効果ダメージの量を、デュエルリンクスに適正な形で一列で調整しますっていうのは、それを書いています。で、ヨーガマジラバゴーレムも同様に大きな効果ダメージを与える効果を持つカードなので、効果ダメージの量を調整しますということで、今実装されているカードの中では唯一ラバゴーレムだけはまあ、エラッタしますよっていうことが一応書かれていますと。これはですね、まず一個言えることは、ラバゴーレムだけで大丈夫ですかっていうことですね。例えばですね、カタパルトタートルとか、あれも効果ダメージやばいこと起きますよね。とか、ドグマガイ、ライフ半分にするっていうことですね。それから、我々の、まあ、伝統芸の、最強カードである、まあ、ジャランカタックとか、ほっといて大丈夫ですかって今こと言いたいんですけど、まあそれは大丈夫でしょう。おそらくほっといても、ラバゴレムだけはね、ちゃんとおそらく環境に使用率がだいぶ高いので、まあそういうカードもまあ一律半減しますよってことでしょう。500になったラバゴレムはね、めちゃくちゃ弱いですよ。500になったラバゴレムはめちゃくちゃ弱い。4000のうちの500って結構弱いじゃないですか。これはね、まあいい調整っちゃいい調整なのかもしれない。で、この今回のまあ規制によって新しい、まあ、歴史が刻まれたわけなんですけども、デュエルリンクスに。一応前例はあったんですが、リンクスで困ったら、カードの実装に困ったら、とりあえずエラッタすればいいっていう実績ができたんですよ。これ結構大きな一歩ですね。今後 OCG、僕は OCG が、まあ、大好きなので、デュエルリンクスに実装されるカードの効果を変えてほしくないと思ってるタイプなんですけども、ちょっと複雑なね、気持ちなんですけども、まあゲームバランスを維持するにあたって、ちょっとやばすぎるカードがあるじゃないですか、OCG には。
こいつリンクス来たら終わるわみたいな、世界終わるみたいなカードを選ったしてもいいっていうことになるわけですよ。こうなると、つまりですね、 OCG のカードがそのまんまリンクスにまあ来るっていうことは、そのしなくていいっていう、なんかその実績というかができちゃったわけですね。これはね、賛否両論あると思います。僕は複雑な気持ちですね。デュエルリンクス好きでやってるんですけど、 OCG も好きなので、まあその効果を変えてほしくないっていうのが正直あるんですよ。アニメで800ダメージ与えたそのカードが400ダメージになっちゃうとかってちょっと悲しいじゃないですか。だからちょっとね、若干僕はこの修正には少し反対かなと、反対派かなと思ってます。で、今後実装されそうなカードをちょっとまあ予想していこうかなと思うんですけども、例えばですね、黒炎弾とか、レッドアイズの黒炎弾、ダークメガフレア、あれとかね、あれも半分にするんだったら実装して OK みたいになる可能性あるんですよ。例えばね、とか、あと流星竜メテオブラックとか、あの辺のヤバすぎるバーンダメージを与えるカードあるじゃないですか。あの辺のカードはもしかしたら実装になるかもしんないなってちょっと思いましたね。はい、以上でございます。ちょっと速報動画にはなってきたんですが、ですね、正直まあそのテストプレイをした上での効果ダメージ調整だと信じているので、まあ、一応まあナイスプレイと言ってはおきますが、その何でを選ったすればいいと思うのはやめていただきたい。あと、プルガトリオと、ライケル千鳥からの戦闘ダメージも半分にしてほしいという意見でございました。いかがでしたでしょうか。皆さんもどう思ったかはぜひコメント欄にて、お寄せいただければと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。